ユルゲン・クロイは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。旧東ドイツが生んだ国際レベルの選手の一人。ディナモ・ドレスデンや FC ・カールツアイス・イエーナ、1、FC ・マクデブルクといった国内の強豪クラブに、所属したことのない、数少ない有能な選手である。そのため UEF 演主祭の国際大会で、活躍する機会は少なく、 国際的な名声を得ることはできなかった。しかし東西ドイツのマスコミからは190センチメートルの、長身と抜群の反射神経、高いボール処理能力を合わせ持ったことが認められ、同世代のゼップマイヤーやディノゾフラに匹敵する能力を持つ選手と評された。東ドイツ代表としては1967年5月のスウェーデン戦で代表デビューを飾った。 1974年には FIFA ワールドカップ西ドイツ大会に出場、一次リーグ第3戦の西ドイツ戦における歴史的勝利に貢献、同国最高成績となる二次リーグ進出に導いた。また2年後の1976年、モントリオールオリンピックでは金メダルを獲得し、選手生活最大の成功を経験した。 そして1981年5月のキューバ戦で代表を退くまで国際 A マッチ86試合に出場した。選手生活を通じて一貫し FSV ツビッカウでプレーを続けた。ツビッカウではリーグ戦通算372試合に出場。1967年と1975年に東ドイツカップ制覇に貢献した。また、 1972年と1976年には、東ドイツ年間最優秀選手賞を受賞した。引退後は指導者の道へ進み、しばらくは、サッカークラブのコーチを務めていた。東西ドイツ統一後の1991年から2001年までは、つびかう市の教育文化スポーツ委員を務めた。現在は、つびかう商工会議所の常務を務めている。 ありがとうございます。